どうも、かげやんです。今日は2021年4月25日日曜日、日曜日の朝の空なんですけども、結構曇りですね。ちょっとなんか雨降ってくるしきそうな、雰囲気の空ですね。では、今日日曜日、皆さんはこうお休みの方多いかなと思いますが、僕は、朝から仕事を張り切ってやっていきたいと思います。で、これが山中なんですけども、なかなかですね、なかなか、育ちましたね。でもこう大きくなりましたね、これ、もう間もなく刈り取ると。刈り取る言って刈り取ってないね、刈り取り詐欺ですね。でもまあ刈り取っていきます。もうでもほんまに刈り取りますということです。そしてこちらがキュウリ。まあそこまで変化はないですよね。何かそのキュウリのこの赤ちゃんみたいなものはまだ出てきてないですね。何もない状態、直植えのキュウリということで、これが直植えのナスですね。直植えのナス。何もそんなに変化はこうないかなと。いうところですね。そしてこちらが、唐辛子、前の休日に買った唐辛子です。これも別にそんなに変化はないと。でこちらが、水菜ですね。水菜かなり弱ってはいますけど、前よりちょっとだけ元気になって、でもかなり弱ってる感じで、ここからねどう復活していくかというところではありますけども、ということでね、やはり、まず山中ですね。これはしっかり子育ったと思うんで、そろそろ刈り取って、食べていきたいなというところを思います。ということで、日曜日ゆっくりお休みくださいませ。ということでありがとうございます。